応用生命工学の発酵学研究室というところにおります大西です。名前が発酵ってことで、まあ皆さん聞きなじみがある言葉だと思うんですけど、実際研究をしていることはちょっと違うことなんですけど、最初発酵とか、いろいろ微生物の機能についてご紹介させていただきたいと思います。まずこの写真をご覧ください。どうでしょうかね、このみかんですけれども、ここに白く生えてる、これみかんに生えてるカビですね。腐ったみかんってよく言いますけれども、いい印象をお持ちになりますかでしょうかね。いや、ちょっとこれは勘弁してよと、微生物ちょっと嫌だねと思われるかもしれないんですけれども、こちらどうでしょうか。こチーズですね。白いところっていうのは実はカビが生えてるっていうのはご存知でしょうか。カマンベールチーズですけれども、これそのまま食べますよね。好き嫌いはあるかもしれないですけれども、微生物食べているんですね。これどうでしょうか。もっと好き嫌いがあるかもしれないですね。ブルーチーズってやつで青カビが生えてます。で、先ほどのカマンベールのチーズは表面だけ白いカビが生えてるんですけど、青カビのチーズはもう中にカビが入るような形になってます。これ熟成させてるところでカビを生えてるんですけれども、このカビも、まあ、ここ白いんですけど、ちょっと青いところがあったりします。まあ、青カビ、白カビ、まあ、いろんなカビがいますけれども、この2つですね、今日のテーマ考えていただきたいところです。微生物イコール悪者、あるいは厄介者、もっと嫌なのは病原菌ですね。病気になっちゃうと、これは大変だっていうことであると思うんですけれども、実はそうじゃないと、このイコールを消させていただいて、まあ、人類に恩恵をもたらす存在、そういう微生物がいるんだっていうことを、まあ、この時間の中で紹介させていただきたいと思っております。で、用紙といいますか、今日 のパンフレットの中に書かせていただいた、まあ、この4つですね、微生物が作る価値あるものとして、発酵食品、それから薬、酵素、まあ、あとその他少しっていうような感じでお話しさせていただきたいと思いますけれども、まず発酵食品からですね。ここにイラストありますけれども、まあ、発酵食品と聞くと、まあ、ワクワクする人、まあ、嫌いな人っていうのはひょっとしたらいるかもしれないですけど、大部分の日本の方は発酵食品好きだと思います。発酵食品入る前にそうですね、一つだけ、これ本なんですけれども、微生物の世界という本があります。で、これは2006年に発行されてますが、微生物の図鑑ですね。キノコの図鑑というのはたくさんあって、キノコもまあ広い意味で微生物なんですけれども、本当のバクテリアとか細菌とかが写真がたくさん載ってる図鑑で、日本語と英語両方書いてあります。バイリンガルな本で、この本の中からいくつか今日は写真を、微生物の写真をお見せしますが、大部分この本から撮ってきているということで、最初にちょっとだけ紹介させていただきました。これ微生物の恵みですね。真っ先に思い浮かべる人も多いと思いますけれども、ちょっと見るところ若い人がいて、20歳になってない方はちょっとこれはまだ飲んじゃいけないものですけれども、ビール、ワイン、これ日本酒ですね。で、ちょっとこれ分かりにくいかもしれないですが、甘酒ですね。甘酒っていうのはアルコール入ってるのと入ってない両方あるんですけど、まあ、アルコールが入ってる方だと考えていただくと、まあ、全部アルコール飲料ってやつです。まあ、科学的に言うとエタノールっていうやつですね。エタノールを作らないといけないんですね。お酒にならないです。で、これを作ってる微生物が、この子ですね。見たこともある、聞いたこともある微生物だと思いますけど、酵母という、生き物です。で、今日のお話の、まあ、さっきのやつで3番目に書いて、ちょっと順番を変えて2番目にお話ししようとします。酵素っていう言葉と酵母っていう言葉、たまにごっちゃにされる方がいるので、せっかく来ていただいたので、今日覚えていただければと思います。酵母っていうのは生き物です。微生物の名前ですね。で、なんとか酵母っていうのはたくさんいます。酵素っていうのはものです。タンパク質です。だから全然その生きてる死んでるっていうか、まあ、別のものだということでご理解いただけたらと思うんですけれども、酵母で、この下にちょっとちっちゃい字になってますけど、ビール酵母、ワイン酵母、清酒酵母、焼酎酵母、パン酵母って書いてあります。で、それぞれ作るときに使われる用途によって、一応違うものが使われてますけど、まあ、非常に近縁です。もうみんな同じような種類です。ほぼ同じ微生物が、アルコールを作るために使われているということです。で、
ビール、ワイン、清酒、焼酎っていうのは先ほど写真でありました。パンっていうのも酵母ですね。これももちろん皆さん聞いたことがあって、イーストっていう言葉がよくありますね。今のパンっていうのは発酵パンです。酵母を使って発酵させてます。で、パン、これ美味しそうな写真です。よく見るとちょっと穴が開いてますね。これ発酵過程で、まあ、エタノールもちょっとアルコールもできるんです。それは飛んでいってしまうんですけれども、二酸化炭素ができます。そういったもので膨らむので、こういう穴が開いてるんですけれども、パン。も発酵食品だということでご理解いただけたらと思うんですけれども、天然酵母っていう言葉聞かれたことありますか？さっき書いたなんとか酵母には天然酵母って入れなかったんですけど、わりかし最近天然酵母の手作りパンみたいなのでパン屋さんなんかがよく言われてて、でちょっと考えてみてほしいんですけど、天然酵母の反対の言葉ってのは何だと思われますか？天然じゃない酵母だったら人工酵母かと。これ違うんですね。人工っていうわけはあるわけではなくて、正解を書きますと、例えば、境界酵母とか、イーストとか呼ばれてます。で、境界酵母っていうのは、日本醸造協会ってところがあります。で、いろんな、例えば日本酒作りに、この酵母はいいぞと、境界何号っていう名前がついてて、純粋分離して、それを、大切に植え継いでる酵母があるんですね。これを使ってくれたら、こんな味の日本酒になりますっていうようなものがあります。焼酎、用の酵母も同じですね。そういったものは、まあ、境界酵母と言われています。で、パン酵母の方はですね、一般的にはイーストと呼ばれてまして、これはメーカーさんがイーストとして売ってますね。ドライイーストとか、生イーストとか、お聞きになったことがあると思います。あれは酵母です。イーストって生きてます。だから、パンを作るときに作ったことある方も多いと思いますけど、生地に練り込んでちょっと置いときますね。あの時間にですね、ドライイーストっていうのは凍結乾燥されてるんですけど復活します。だから微生物っていうのはちょっと強くてですね、普通の生き物だったらもう凍らしたりすると、死んでします。フリーズドライになると死んでしまうんですけど、微生物は生きてるんですね。で、蘇って細胞が増殖する、で発酵の力でパンが膨らむっていうことなんですね。なので、こちらももちろんそういう意味では天然っていうか自然のものなんですね。決して天然酵母が良くて境界酵母が悪いなんてことは全くなくて、どちらも同じものです。で、天然酵母っていうのは例えば干しぶどうについてる酵母、ああいう、野菜、果物とかですね、果実なんかには天然にいる酵母っていうのは住み着いてるんですね。なので、干しぶどうをちょっと水の中に入れてしばらく置いといて、で、酵母が育ってくるので、それを使って、パンを作りましょうっていうのが天然酵母と言われてるものです。で、ひょっとするとですね、うまく作ってればいいんですけど、逆に言うと天然だから何が生えてくるかちょっとわからないと、微生物を研究してるものからするとですね、ちゃんとやってればちゃんとした酵母で美味しいのができるかもしれないですけど、逆に言うとちょっと変な微生物入っちゃったらどうするのって思ったりもするぐらいなので、まあ、一般に天然っていうと何でも良いというふうに思われてる方がいるかもしれないですけど、まあそうじゃないところも、たくさんありますよというのを感じているところです。戻りましょう。酒、これは何でしょうかね。醤油ですね。もう大豆がありますけど、これはお味噌ですね。味噌は大豆あるいは小麦から作りますけど、こういったものももちろんみんな発酵食品です。で、先ほど出てきた酵母っていうのも、醤油酵母だったり味噌も熟成中に酵母っていうのが働きますけど、この3つに共通してものすごく大事な微生物がいます。もうこれですね、麹菌っていうやつです。これも聞いたことはある方がほとんどだと思いますけど、先ほどの日本醸造協会ってところでは麹菌を国の菌、国菌にしましょうっていうのが認められて、認定されています。国の蝶々とか国の花とかいうのと同じように国の菌は麹菌だと、まあ、それほど日本の文化、食文化と深い関係がある、菌です。で、麹菌使ったもので、まあそのものを米麹だったり、先ほどの甘酒ですね。それからみりんっていうのも麹菌が大活躍しないとできないんですけど、最近だと塩麹とか醤油麹だとか、調味料としても麹菌っていうのが使われてます。で、麹菌何をしてるか簡単に申し上げますと、麹菌っていうのは、アミラーゼっていう後でも出てきますけど、酵素をたくさん作ってくれますね、主に。で、それでお米のデンプンを分解します。で、そういうことでお米っていうのはデンプンがいっぱい詰まってるんですけど、それをデンプンっていうのはブドウ糖がつながったもんですけど、2糖ずつちょん切っていくのがアミラーゼっていう酵素、麦芽糖っていうのができますけれども、そういったものを作る、酵素をたくさん作るので、米に生やしたら米がのでんぷんが分解されて、その後お酒に持っていくときはその分解された糖を酵母がエタノールに変える、アルコールに変えるという、2段の反応が行われています。なので日本酒っていうのは、日本酒ないですけど、非常に高度なテクニックで麹菌でまずでんぷんを、
糖にして、糖を酵母がエタノールにするっていう2段階、2つの 微生物の力を借りて作ってるのが日本酒になります。一方、ワインはもう酵母だけですね。で、ワインなんかも、境界酵母、使う場合もありますし、やっぱ天然発酵ワインっていうのは、ブドウの表皮についてるワインをそのまま使って発酵させるってことでワインができてます。ビールはどうしてるかご存知ですか？ビールっていうのは麦芽から作りますけど、麦芽っていうのは麦の、芽が出てるところですね。で、植物が持ってるやはりアミラーゼっていうので、麦の、でんぷんが分解されて、それを酵母が、エタノールに変えるっていうことで、日本酒が、まあ、その2つに比べるとやや複雑な作り方をしているということ。で、お酒の話になりましたので、ちょっとだけ、ここ東大ですので、東大と関係のあるお酒の話を一つ紹介させていただきたいと思います。この方、坂口金一郎先生って方で、私のですね、4代前の、農学部の、私の研究室の4代前の農学部の教授でいらっしゃる先生で、まあ、お酒の博士として非常に有名な先生です。で、このお酒っていうのは、泡盛ですね。沖縄で作ってる焼酎なんですけれども、この泡盛を作るのは、先ほどの麹菌の親戚の黒麹カビっていうので作っております。で、沖縄はご存知のように戦争の時にですね、多くのその泡盛の作るところが全部焼けてしまったんですね。で、そうしますと、その黒麹菌っていうのも、ずっとそこで代々酒屋さんで植え継いで使ってた菌も全部焼けてしまったと。で、どうなっちゃうかっていうと、もう二度と昔の味の泡盛はできないっていうような状態になってたところ、実はこの坂口先生っていうのが、いろんな微生物を集めてたんですね。作り酒屋さんを回って、そこから、大切な微生物、お酒を作るための微生物、醤油を作るための微生物、いろんな微生物を集めて、今で言うとコレクション、カルチャーコレクションって言い方をしますけど、金株の保存施設を東大に作っておりました。で、そこにですね、実はこの泡盛を作ってた黒麹菌が残ってるよっていうことになってですね。で、じゃあそれを復活させて作りましょうということで作ったのがこのうさきっていうお酒ですね。瑞泉酒造さんが、その菌を使って作ることに成功したということで、非常にフルーティーな、普通の泡盛よりもちょっと一味違うような、焼酎に出来上がって、泡盛に出来上がっております。で、これ東京大学もいつからか商売上手になっておりまして、東京大学コミュニケーションセンターというお土産、東大グッズを売ってるところで、売っておりまして、なかなか売り上げがいいというふうに聞いております。で、最近、やっぱりこの坂口先生にちなんで、ワインの方も販売をしておりますので、お酒の興味ある方は、ぜひ赤門の横にありますので、コミュニケーションセンターというところに行っていただければ、東大グッズをたくさん売っております。話をまたちょっと戻したいと思います。料理のさしすせそってご存知ですよね。砂糖、塩、酢、醤油、味噌。醤油味噌は微生物。どっぷり関わってます。じゃあ、お酢はどうですか？残念ながら砂糖と塩はもう、化合物そのもので、微生物は出てこないんですけど、お酢っていうのも、もちろん何から作るのって私が嬉しそうに喋ってるのは、もちろん微生物が関わって、お酢ができます。ご存知でしょうかね。お酢っていうのは、お酒が原料なんですね。だから一度、穀物酢にしても、その穀物から、エタノールを作ります。まあ、そこでまず微生物が関わってるわけですけれども、その後、酢酸菌という変わった生き物がいるんですね。これはエタノールを食べて、酢酸に変えることが できます。なので、酢酸菌の働きで、お酢ができてます。で、この右側の写真は、この、食酢協会中央会のホームページより、引用してきましたけれども、表面ですね、これ何だか分かんないと思うんですが、桶の表面に菌の膜が張ってるんですね。で、これ昔ながらのお酢の作り方で作りますと、こういう菌膜を作らせて、表面のところでどんどん下にある、エタノールを酢酸に変えていってます。酸素を使ってますから、表面で酸素をいっぱい使って、こういうことをやってるっていうことですね。で、今ではもうタンクで、深部発酵と言いますけど、タンクの中で作ってるお酒も、お酢もありますけれども、伝統的にはこの菌膜を張らして、こういう作り方でお酢ができてます。鰹節にもって書いてありますけど、これにも微生物が関わってるのはご存知でしょうか。鰹節で作った最後にですね、カビ付けという作業をします。で、一番最後、カビを塗るんですね。で、なんでカビを塗るかっていうと、カビが鰹節の余分な水分を吸い取る。で、カチカチになっていく。あと、カビの酵素で独特の風味がついたりとかします。で、いい鰹節ほど、カビ付けして長く熟成してから出荷されております。鰹節も発酵食品だと思っていただいて大丈夫です。
あとまあちょっと調味料系で、続いてます。これは用紙の方に書かせていただきましたけど、これもあの有名すぎたので味の素さんのホームページからちょっとそのまま商品名で申し訳ないんですけど、いわゆる味の素ですね。これはあの旨味調味料っていうやつです。これ旨味っていうのはあの日本あの五味、5つの味があるっていう中の甘味、酸味、塩味、苦味、昔ここまでだったんですね。で日本人が旨味っていうのを発見して5つあるってことになっておりますが、まさにこの旨味を出す調味料です。でも答えって書いてありますか、隣に微生物の写真が写ってますね。でこの味の素の、グルタミン酸ナトリウムっていうのが成分ですね。でグルタミン酸っていうアミノ酸をどうやって作ってるかっていうと、今はこの微生物を培養して、この微生物をグルタミン酸をたくさん作るっていう不思議な微生物、この土の中から見つかってきた微生物なんですけど、これを使って大きなタンクで発酵させて、作ってます。だから、よくこれあの人工甘味料とかって言い方をして、人工じゃないんですね、天然のものなんです。でまあ、グルタミン酸ナトリウムにするときに、ナトリウム塩っていう形にはしてますけれども、人工って言われると私はちょっとこれは人工じゃないって言いたくなるんですけれども、こういったものもあります。これも微生物の力で、作られている大切なものです。食品シリーズあともうちょっとだけ続けます。どうでしょうか、これも好き嫌いが非常に分かれるところだと思いますけど、納豆ですね。最初にお見せしたみかんに生えたカビはあれ誰もが腐ってると言います。納豆は日本人が見たら大丈夫、美味しそうって言いますけど、外国人が見たら腐った豆ですね。あの微生物が生えてもうぐちゃぐちゃになってるっていう。この納豆ですね、これを作ってるのはもちろんご存知の通り納豆菌っていうやつですけど、菌園では枯草菌っていうあの有名な微生物がいまして、それは仲間ですね。でこれちょっと変わった写真なんですけど、枯草菌っていうのは胞子っていう耐熱性の、休眠細胞を作れるんですけど、その殻から、栄養細胞がこう新しくできて殻を破って出てきているところの写真ですね。まあこういった生き物の力で納豆ができているわけです。でこの納豆のネバネバ、あの正式にはネバっていうふうに言うみたいですけど、このネバっていうのはどこが誰が作ってるか分かりますかね。豆の成分でしょうかね。これ違うんですね。あのこの納豆菌っていうのが作ってるあのポリマーですね。さっきの言ったグルタミン酸がくっついたポリガンマグルタミン酸っていう成分がネバネバです。だから納豆は微生物なしでは絶対作れないんです。あのネバネバはあの納豆菌しか作れないと。まああの納豆好きな人からすればあのあそこが美味しいって感じると思いますけど、微生物が作ってる価値あるものだと思います。もう少し続けますと、ヨーグルト、チーズ、あとお漬物、共通してます。乳酸菌っていう微生物が作ってます。さらにですね、これ塩辛ですね。あと、あの、こういう魚醤、魚尾塩とか、まあ、同じような動物の肉塩を漬け込んで発酵させたものも、シシビ塩って言いますが、こういったものも全部微生物が関わっていて、主に乳酸発酵です。で、ここにまとめてます。で、乳酸菌って、一言に一口で言ってますけど、乳酸菌は世の中にいろんな乳酸菌がいます。先ほどちょっと言ったあの枯草菌っていうのはもう一種類の微生物を指す名前なんですけど、乳酸菌っていったらいろんな微生物をもうひっくるめた名前です。なのであの人には人の乳酸菌とか、植物性乳酸菌のなんちゃらとかっていうお話、あの CM なんかで聞いたことがあると思いますが、いろんな乳酸菌がいるっていうことですね。でヨーグルトに使われたり漬物に使われたり、まあいろんなあの、形も姿もちょっとずつ違うようなやつが使われている。で、キムチ好きな方、あの買ってきたばっかりとしばらく冷蔵庫に置いて味が変わるのは、ご存知だと思いますね。どんどん酸っぱくなってきますね。あれ乳酸っていう酸が、乳酸発酵がどんどん進んでキムチはどんどん酸っぱくなってるんです。だからキムチ買ってきて、まあ目にもちろん微生物目に見えないですけど、そこに乳酸菌がいっぱいいてですね、冷蔵庫の中でも乳酸菌がどんどん増殖して乳酸を作ってるんですね。だから古いキムチは酸っぱい。でそれはもうあの発酵食品の、まあ乳酸発酵するもののよくあるパターンですね。で、これあの食品シリーズ最後なんですけど、たまたま昨日ですねネットを見てますと、この、6月22日夕方発信で、読売新聞ニュース、まあ、こういうところで、こういう紹介するのはいいのかどうか分かんないですけど、純国産のナチュラルチーズ作り農水省が支援をするという話が載ってました。でチーズ先ほど言いましたけど、乳酸菌っていうのがあの必要なんですね。生乳に乳酸菌、それから次につながるんですけど酵素を加えるって書いてます。この酵素の話は後で、また説明させていただきますが、まあとにかく乳酸菌っていうのはいるんですけれども、ここを今までやっぱりチーズって海外が主体だったので、海外由来の乳酸菌で作ってたらしいんですね。でこれを、日本
初の乳酸菌でやろうということで、こう具体的にはって書かせていただきましたけれども、国内のチーズ生産者や大学、民間企業などで研究チームを組織と。で、研究チームは何百種類もあるとされる乳酸菌の中から日本の生乳の発酵に最も適した乳酸菌候補を選抜すると、まあ、こういうプロジェクトを農水省が推してやっていきましょうってことになってますので、まあ、そのうち、日本のどこで取れた乳酸菌で作ったチーズですよっていうのが、あの日本のチーズメーカーから売られることになるんじゃないかと思います。で、ちょっと大事なことは、何百種類も先ほど言ったようにいろんな乳酸菌がいるっていうのと、そこから選んでくるってことなんですね。で、日本の農学系の微生物の研究者の中では探してくるとか選んでくるっていうのはものすごく大事なんです。で、後の話でもちょっとつながっていきますが、スクリーニングというような言葉で我々言ってますけど、たくさんある中からいいものがきっといるはずだと、こんなことをしてくれる微生物はいるはずで、いいものをとにかく探そうと、頭で考えてもしょうがないから土の中から、あるいはどっか違うところからサンプルを取ってきて、そこにこんないい微生物はいるんじゃないかっていうのを探していこうというようなことが、農学系の微生物研究の非常に大きなあの柱になってきていまして、まあ、ここでもまさに探そうと、もうあるものから探そうっていうことが、言われている日本らしい研究プロジェクトだと思います。はい、今のあの発酵食品の話だったんですけれども、いかがでしょうか。20分ぐらい喋ってしまいましたね。45分の、あの食べ物の話になるとなんか嬉しくて、私食べるの好きだからあのついつい喋りすぎてしまうんですけど、あとですね、薬と酵素の話をしたいんですけど、ちょっと順番を入れ替えて、陽子臭と入れ替えて酵素の話をさせていただいております。少しあの難しくなるところが出てくるかもしれないです。なるべく優しく話したいと思います。で、酵素って先ほど言いました。酵母とは違いますね。酵素っていうのは、生命の維持や活動に不可欠な、触媒機能、これ大丈夫ですかね。触媒機能を持ったタンパク質の一種で、生体触媒と言われます。触媒っていうのは、ある反応を生きやすくする。A が B に変わるっていうところを、普通だったらいけないけど、酵素っていうタンパク質があったら簡単に言ってくれるっていうようなもんです。で、有名なものとして、あの、イメージしてしやすいのは、消化酵素ってあると思いますね。これは、あの、多くの皆さんが知っていて、例えばアミラーゼ、先ほどちょっと言いましたけど、これはデンプンを麦芽糖に分解します。なので口の中で、お米をずっと噛んでるとどんどん甘くなっていきますね。あれ唾液のアミラーゼでデンプンが分解されて糖になってるからですね。で、あとリパーゼ、これも聞いたことがあるんじゃないでしょうかね。胃液とか水液で出ますけど、脂肪を分解する油分を分解してくれます。それからペプシンっていうのもあの酵素で、これプロテアーゼっていう酵素で、プロテアーゼのタンパクを分解する酵素のこと、プロテアーゼ、タンパクプロテインって言いますから、プロテアーゼっていうのがあって、これはタンパク質をペプチド、まあ、あの特にこの場合ペプトンと呼ばれたりしますけれども、タンパク質ってアミノ酸がつながってるんですが、それをブチブチ切っていく、まあ、消化酵素だから大きいものを小さくするときに使われている酵素ですけど、こういったタンパク質が働いて、いろんなことが起こってる。で、さっきの続きですけど、生物の中で起こる反応はそのほとんどが酵素の触媒作用によります。食べたものが消化管の中で分解されるっていうのも酵素があるからなんですけれども、ここで大事なのは、その消化管っていうのは実は体の中のようだけど外とつながってますよね。口から全部つながった、本当の意味で体からすると消化管っていうのは体の外みたいなところもあるんですけど、そういった中、外ではなくて、細胞の中ですね。一個一個の細胞、微生物だったら単細胞、人間は多細胞ですけど、いろんな細胞、一個一個が、細胞の中で化学反応、化学変化をしないと細胞は生きていけないわけですね。そういった化学変化に全て酵素っていうのが関わってます。で、こんな反応する酵素っていうのは、現在知られているのは4000種ぐらいあるというふうに言われています。ちょっとあのお勉強的なところが続いて恐縮ですけれども、で、酵素の作用ですね、大事な点はこの上に書いてあるんですけど、生物の体の中と同じ程度、胃の中だったらそうですし、細胞の中だったらもちろんそうですね。だから非常に温和な条件で反応できないといけない。科学的によく使われる金属酵素なんていうのは、例えば高温高圧で非常にあの厳しい条件にしないとなかなか触媒反応してくれないっていうのがありますけど、酵素っていうのは、体の中と同じような温和な条件で反応できます。で、特定の反応だけをする、変なことしちゃいけないんですね。マルト、あ、先ほどのアミラーゼっていうのはデンプンしか切らないんです。デンプンを必ず2個の麦芽糖にしかしないってことで、相手も決まってるし、これは基質特異性と言いますけど、どういう反応するかっていうのもものすごく厳密に決まってます。この2つがすごく大事なところです。で、そういう作用があるので、この酵素の作用を人類の生活に活用するっていうのは、あの、バイオテクノロジーの中では非常に大事な技術だっていうことで、この産業用酵素っていう、これもあんまり馴染みがないことかもしれないですけど、いろんな産業でこの酵素っていうのが使われてます。で、有機物を扱うほとんど全ての産業で酵素っていうのは使われてるんですけど、この酵素の大
部分を作ってるのは微生物です。先ほど言ったようにこんな酵素が欲しいなっていう時に微生物から探してきてるんですね。でこんな酵素がありましたって、それはこういう製品にこういう過程で使いましょうってことで使われてます。で代表的なのを書きました。後でいくつか紹介しますが、例えば洗剤の成分後で紹介します。あとこの辺は後で紹介しませんが、医薬品とか血液成分の分析を目的とした検査薬とか、あと検査センサーですね、グルコース濃度を測る、ブドウ糖の濃度を、血糖値を測るときなんか酵素が使われたセンサーが使われてます。だから食品の加工用、これも後でちょっと話しますが、飼料添加物だったり、繊維の加工ですね、それからパルプの加工、あと環境浄化、さまざまな用途で使われてて、医薬品を除いて、産業用酵素の市場っていうのは5000億円だというふうに言われていますので、バカにならない、それだけ人類の、生活にものすごく密接に関わっている、微生物が作る酵素っていうのがあるわけです。で、その酵素の代表例をいくつか紹介します。で、これは欠かすことができない。この話をした時には必ず、しないといけない話なんですけれども、日本人の高見常吉さんという方が初めて微生物から酵素を、製剤ですね、酵素を作った製品を作ってます。それ何かっていうと、ここにあるタカジアスターゼン。今でも使われていて、ですね、第一三共で、三共を作られた方ですけど、第一三共ヘルスケア、新高ジア城。いいですね。高ジアステターゼを短くして高ジア城ってことで、消化酵素です。何かってさっきのアミラーゼです。アミラーゼを、何か取ったかって、麹菌です。先ほどのデンプンを分解してって言った麹菌のアミラーゼを、麹菌培養してアミラーゼをたくさん取って、それを、製品にしたのが、この高ジアスターゼ。1894年に特許を取られています。非常に、先駆的な仕事を、高峰先生はされているということですね。先ほどちょっと申し上げました有名どころはこれですね。これももう有名なのが多すぎたので、会社のホームページから写真を引用してまいりましたけれども、酵素パワーのトップって、あんまりそういう商品名とかこういうところで言うのはどうかと思いますけど、聞いたことがあると思います。酵素パワーのトップ。この酵素っていうのは微生物が作ってる酵素です。で、こちらの方なんかでも、高性能バイオ酵素。いいですね。バイオ酵素とかもめちゃめちゃ作った言葉で、よく知ってる人からしたら、酵素はバイオで当たり前でよくわからないんですけど、とりあえずバイオ酵素っていう風になってますが、スーパーバイオ酵素とかですね、バイオ EX とか、いろんなメーカーさんが洗剤の中に酵素を入れてます。で、この酵素っていうのは何かっていうと、さっき言ったプロテアーゼです。タンパクを分解します。タンパク質の汚れなんか分解してくれます。それ、リパーゼ。これ油汚れの分解に効果がありますね。それからちょっと意外に思われるかもしれない。セルラーゼですね。セルロースっていうのは食物繊維ですから、こんなの入れてたら服がボロボロにならないって思うかもしれないですけど、そんなたくさん入ってないんですね。表面のほんのセルラーゼの繊維のほぐれを、ほぐすぐらいの感じで、このセルラーゼっていうのが入ってると汚れが非常に落ちやすくなる。で、こういった酵素を微生物から見つけて使われてます。で、大事なことはですね、洗剤っていうのはアルカリ性なんですね。ご存知の通り、界面活性剤アルカリ性なので、普通の酵素っていうのは中性、細胞の中で働くものなので、中性じゃないと働かないです。胃の中はすごい酸性ですけど、普通の細胞の中とかで働く酵素は中性なんですね。だけど、微生物っていうのは、地球上の至るところにいます。すごい酸性の温度の強い温泉なんかから、アルカリ性のところまでいます。で、高アルカリ性微生物と言われてるんですけど、そういうアルカリ環境で生きてる酵素が作る酵素っていうのは、アルカリ、でも失活しない、活性を失わないんですね。で、そういったところでいろんな微生物、極限環境にいるような微生物からこういう酵素が、取られています。あと酵素、あと2つぐらいお話ししたい、紹介させていただきたいと思います。トランスグルタミナーゼ、これご存知の方いらっしゃいますかね。ちょっとご存知だったら手を挙げていただけますかね。聞いたことがある、トランスグルタミナーゼ。あ、何人か専門の方が、近いところでいらっしゃるかもしれないです。これ何する酵素かっていうと、ちょっと難しい話になってきますけど、タンパク質っていうのは先ほど申し上げたようにアミノ酸がつながってるんですね。で、アミノ酸の2種類のアミノ酸、グルタミン酸っていう、グルタミンっていうアミノ酸とリシンっていうアミノ酸、残基っていうのはこうつながった残ってる部分なんで、なんとか残基っていう言い方をしますけど、この2つをくっつけるんですね。この反応が描かれて、青いアミノ酸の側鎖と赤いアミノ酸の側鎖をくっつけちゃう、加強する。で、何が起こるかっていうと、いろんな食品っていろんなタンパク質が入ってますね。で、グルタミンとかリシンとかってタンパク質なんかいっぱいあるんですね。そこがくっつくってことは、物同士がくっつくんですね。そういう作用がある。で、非常に
よく使われているのはこういうものですね。これわかりますかね。サイコロステーキってやつですね。あの本当のって言いますか、高い鉄板屋さんで出してくれるサイコロステーキはステーキを食べやすくするように切りますけど、スーパーで売ってるサイコロステーキは大きい肉をサイコロに切ったんじゃなくて、成形肉とか加工肉とか言われてるやつで、いろんな肉の場所を集めてきてそういうサイコロ型に作ってるものなんですね。でそういった時に、まあ、あのトランスグルタミナーゼじゃない方法もありますけど、トランスグルタミナーゼっていうのをちょっと入れてあげるとですね、タンパク同士が、肉のタンパク同士が自然にくっついていくわけですね。だからもうわからない。で、あの、こういうんじゃなくて普通のステーキみたいな肉でもこう、切れちゃったとことかもう簡単にくっつくっていうような感じなんで、食品用のまあ海苔みたいな感じで使われている酵素でものすごくあの使われています。で一方この右下かまぼこですけど、かまぼこはもうあのご存知の通りあの魚とかの練り肉ですね。で固まってます。でこれも別にトランスグルタミナーゼがなくても固まる、昔から作られてるんですけど、この酵素を適量入れることでこう噛み応えとかですね、弾力とかがね、あの変わってくるんですね。ということで食品の加工とか、そういう用途でいろんなところで先ほどの酵素っていうのは使われていて、ものすごくあの売れている酵素ですね。あの見つけたのは日本人です。それからもう一つ、さっきチーズのところに酵素ってあったの覚えてますかね。チーズを固める酵素っていうのがあります。でこれもですね、実は川島屋さんっていうあの通販とかやってる会社の方が非常に綺麗なホームページで作られたので、いいのか悪いかちょっと、拝借してきましたけれども、ミルクだけではチーズにならないんですね。ミルクを固める酵素、凝乳酵素っていうのがあって、それレンネットって言われてます。でレンネットっていうのは種類が3種類ここに紹介されてるんですけど、もともとはこの動物由来だったんですね。牛の、子牛の4番目の胃にしかない酵素で、チーズ作るためには子牛をたくさん殺して胃袋からこのレンネットっていうのは取らないとできなかったんですね。でそうこうしてるうちにこの2番目、植物性レンネット、これ実は植物じゃなくて、ここにはちゃんと微生物由来って書いてあるんですけど、カビから取ったレンネットです。で3番目は遺伝子組み換えレンネットあるんですけど、ちょっと説明しますね。でこのホームページはですね、微生物レンネットは1960年頃からカフレ、子牛のレンネットと、代替物として注目が寄せられるようになりました。今まで使用していたカフレンネットの代わりにケカビ、学名まで書いてくれてますけど、ムコールプシルスという、カビですけど、これカビって難しい漢字が使われてましたけど、カビからレンネットの酵素を抽出するようになったのが始まりと言われてます。いやその通りなんですけど、いやそのカビがチーズ作る酵素を作ってるのを誰が見つけたのよと、その自然にこんなことやらないですよね。それやっぱり農学部の、 あの研究者が見つけていまして、この微生物レンネットっていうのを見つけたのはこの有馬圭先生ですね。これ私の3代前の研究室の教授の先生でいらっしゃいます。でついでに3つ目、ついでというか遺伝子組み換えレンネットっていうのも生まれてます。これ何かっていうと、この動物のレンネット、キモシンっていう名前の酵素ですけど、このキモシンの、まあ、cDNA、 キモシンを作る DNA を初めてクローニングした、世界で初めて遺伝子を取ったのがこのベップテルヒコ先生ですね。ベップテルヒコ先生は私の2代前の教授の先生でいらっしゃって、あの先輩の教授の先生の仕事をたくさん紹介させていただいてますけれども、これでその遺伝子を元に大腸菌ですね、微生物で作らして、このレンネットっても売られてます。で一般の方はなんか組み換えっていうと非常に危険で、そんなの食品になってないんじゃないと思われる方いらっしゃるかもしれないですけど、レンネットに関しては組み換え品があの世の中たくさん出回ってて、それでチーズ作られてる。ただあの同じですからね、あの作らせてるだけで、できてるものは全部あの牛から取っても同じものができている、そういうものです。最後の酵素です。ニトリルヒドラターゼ、この辺になるとちょっと難しくなってきますけれども、アクリルアミドっていう工業製品を作るのに使われて、まあ、化学式も省略しました。アクリルニトリルっていう材料を加水分解するとアクリルアミドになります。で、いろんな用途に使われるポリアクリルアミドの原料なんですけど、これは今までその動植培養法っていう科学的に作られたのを、これは京都大学の山田秀明先生なんかのグループがあのたくさん協力されて、進んだ仕事ですけれども、酵素法でできるようになってます。この酵素っていうのは微生物で作らした酵素っていうか、まあ、菌体そのものなんですけど、これをカラムに詰めます。もうだからもう化学プロセスの一部分に微生物菌体をそのまま使ってる、ような形で、非常に長持ちします。菌はもう死んでてもいいんです。酵素だけちゃんと働けばいい形になっておりまして、1985年に実用化して、世界で、アクリルアミドっていうのはもう動植培養法からどんどんこの培養法、酵素法に変わってます。ということで微生物が作る酵素っていうのは、まあ潜在
材みたいな身近なところから化学工業のものづくりにまで使われているものがたくさんありますよというお話でした。はい、あと10分ちょっとに、話す時間もなってきたと思うんですけど、薬の話をさせていただきます。で、薬は非常に重要でですね、なので2番目に項目に書かせていただきましたけれども、これ1981年間から約30年間で、1344の薬がもう認められた、承認された薬の何由来かっていうのが書いた図ですね。この論文からデータを取ってきましたけれども、最初見ていきましょうか。ペプチドタンパク質、これはまあそのもの、ペプチドだったりタンパク質、生物が作るそのものは薬になってるです。で、これと天然物って区別されているのは、これは天然の化合物です。今日この後ちょっと話するのはこの天然物ってやつですけど、こういったものが薬になってます、直接なってます。これすぐ後でお話します。それから天然物由来で半合成、これはある程度天然物作ってて、あともうちょっと薬の動態を良くしたいとか活性を上げたいっていう時に少し手を加えてます。これはここです。まあほぼ天然物みたいなもんですね。でこの黄色の3割弱がいわゆる全合成ってやつで、化学的に合成してこんな薬になりましたっていうのが約3割です。でこっちの方も合成で作ってるんですけど、天然物ミミック、天然物を真似して合成したりとかですね、一部が天然物だったり、今も天然物から使っているようなものもあると、この天然物の割合っていうのはものすごい高いと思っていただけると思います。で、この天然物の多くを作っているのが微生物です。で、まあ、あと薬用植物とかありますが、植物も作るのもありますけれども、どれぐらいですか、4分の3以上が多分微生物由来だと思いますね。非常に微生物はたくさんの薬を作ってます。で、いくつか有名な薬を簡単にだけ紹介したいと思いますけれども、例えばですね、このペニシリンって、まあ、聞いたことが終わりかと思いますが、これ世界で初めて見つかった抗生物質と言われてます。で、1928年ですね、フレミングさんっていうのが青カビより発見、非常に偶然の発見で、乳酸菌かなんかを研究してたら、青カビが、まあ、コンタミネーションって言いますけど、プレートに生えちゃって、よく見ると青カビの周りの菌が死んでたと。これはなんか、周りの菌を殺すものを作ってるんじゃないかっていうのが発見のきっかけで、構造決定するのにしばらく何年かかかったみたいですけど、こういうペニシリンっていうものが見つかった。で、これは実用化されまして、第二次世界大戦中で多くの負傷兵ですね、戦争行って死ぬのって即死っていうのはあんまりないみたい、怪我しちゃってで感染症にかかって死ぬっていうのが非常に多かったらしいんですけど、そういった人たちにこのペニシリンを投与するとたちまち病原菌をやっつけてくれて、命を救われたっていうのがたくさんあったというお話です。で、実際初めてですね、抗生物質っていう言葉を出てきたのはこの1943年ですね。ワックスマンというアメリカの研究者がたくさんの抗生物質を見つけました。放線菌っていう、ある一群の微生物から見つけてまして、これはスレプトマイシンっていうのは結核の特効薬として非常に長い間使われて、ものすごく人類の生存、平均寿命が10年伸びたとかなんとかっていう話が言われてるぐらいの、非常によく効いた薬です。で、放線菌っていう今言葉が出ましたけど、ちょっとだけ説明させていただきたいです。なぜかというと、私が放線菌っていう微生物を研究してるからなんですけれども、今言ったような生理活性物質を生産する、まあ、産業微生物として、ここが放線菌から見つかって実際薬になっているものがダラダラダラと、並べてあります。で、もう細かいことは申し上げませんが、抗菌薬ですね。抗真菌薬。これカビに効く薬。こっちはバクテリアに効く薬ですけど、それ以外にですね、抗がん剤とか免疫抑制剤。これ微生物をやっつける薬じゃないですね。がん細胞をやっつけたり、あるいは臓器移植した時に、免疫で拒絶反応が起こる。それを抑えるのが免疫抑制剤ですけど、非常に優れた薬が放線菌から見つかって実用化されています。で、一番下に書いてある抗寄生虫剤エバーメクチンっていうのはこれですね。化学構造はこんなものなんですけれども、これ記憶に新しい方も多いと思いますけど、これ発見は1979年ですね。北里大学の、大村聡先生が放線菌より見つけてます。ゴルフ場の土から見つかったっていろんなテレビで言ってましたけど、この下に書いてありますような熱帯の病気ですね。寄生虫感染で起こる病気の特効薬として、たくさん使われている薬で。で、ご存知の通り、大村先生、ノーベル賞、受賞されたということで、まあ、放線菌研究者からすると非常に嬉しいニュースでございました。で、ちなみにこのノーベル賞のメダルはですね、祝賀会に呼んでいただいたので、私がスマホで自分で撮った写真なので、これは本物です。大村先生がもらわれた本物のメダル。
で、ごくごく簡単にざっとだけ紹介したいんです。で、私たちの研究室でも ですね、こういういろんな構造の、もう化学式なんてちょっとよくわからないよって方も多いと思いますけど、いろんな構造を持った化合物の、整合性の研究をしております。こんな化合物はどうやって作られているのっていうのをやっておりまして、それを、一つだけいくつか用意したんです。一つだけ概略だけお話ししたいと思います。例えばですね、これはこの右端にあるベンザスタチンっていう名前の化合物が細胞の中でどうやって作られてるか全然分かんなかったんですね。それがこういった、ゲラニルニリン酸っていう化合物ですけど、これがこうちょっとずつ収縮されて、こっちは安息酵酸ですね、これがパラアミノ安息酵酸がまたちょっと収縮された後にくっついて、でくっついたやつに最後がここがこう感化するときに非常に面白い酵素反応があって、5因環のものと6因環のものが作り分けられてて、そこにクロロ化っていうハロゲン化まで関与してるっていう非常に面白い酵素を見つけてくることができています。こういった少し一般の方からするとマニアックに思われるかもしれないような研究で、こんな新しい酵素があったっていうのを、いくつか、見つけてます。でちょっと時間がないので、このいくつかも省略させていただきまして、こういった酵素を見つけてくると、一つ何がやりたいかっていうのはこういうことなんですね。これもちょっともう古い仕事ですね。2003年の私の前の先代の堀之内教授の時に、研究室で始めた仕事ですけれども、微生物を生産工場にして有用なものを作らせようと。で今日の話は微生物が作る価値あるものなんですけど、価値あるものを作ってる微生物を探してくる、これずっと長いことやってた仕事なんですね。それだけじゃなくて、じゃあ価値あるものをもう作っちゃおうよと、作らせる、そういう微生物を作り上げようと。どうやって作るかっていうと、遺伝子組み換えってことになって、一般の方にこういう話すると遺伝子組み換えは良くないんじゃないかって言われるんですけど、いやそういう話では多分ないとは思うんですけれども、例えばこのフラボノイドっていうのは聞いたことあるかもしれないですけど、植物でしか作らない化合物ですね。チューインガムとかに入ってて、なんか聞いたことある言葉かもしれないですけど、これをですね、世界で初めて微生物で作らせました。でそれは、2つの酵母放線菌っていう2つの微生物から取ってきた遺伝子と、肝臓クズ、もともと植物で作るやつですから植物の遺伝子を取ってきて、1つの大腸菌って工場の中に入れたんですね。この入れてる遺伝子っていうのは酵素です。先ほど言った化学反応を触媒してくれる酵素遺伝子を集めてきて、1つの細胞の中で発現させると、このフラボノイドっていうのがちゃんとできたっていうのを、世界で初めて植物じゃない生き物でフラボノイドを作らせました。で今となってはですね、こういう研究っていうのは非常にポピュラーになっていて、残念ながらアメリカなんかでもすごい勢いでこういう研究が進んでいて、合成生物学って言われたりしますけど、そういったところの代謝経路をデザインして自由自在にいろんなものを作らせるっていうようなところに微生物の研究はどんどん移っていってます。もちろん一方で探してくるのも大事です。この両方の組み合わせで、我々のところでは新しい酵素を探したいと思ってですね、新しい機械を探して、機械があればその機械を並べていけば違うものができるっていうことをやろうとしております。で1個だけ紹介すると、これも分かりやすい、クルクミウコンですね。これも某会社さんがウコンの力っていうので、すごく CM 流れたので、ウコンっていう植物の根に入ってるクルクミンっていう化合物があるんですね。これを微生物で作りました。これ大腸菌っていう菌をプレートに塗ってるんですけど、黄色いのはこのクルクミンを作ってるから菌が黄色くなってます。非常に印象的な写真だと思うんですけど、この時に使ったクルクミンを合成する酵素っていうのはどっから見つけたかっていうと、ウコンじゃないんですね。これ面白いことに、たまたま稲の遺伝子でなんかちょっと関連ありそうなのを研究してたら、クルクミンを作る酵素だったっていうのが、これは今うちの准教授の勝山先生が学生の頃にやった仕事なんですけれども、こういう、その当時はウコンの中でクルクミンがどうやって作られてるか分かってなかったのを、全然違う研究から、こういうクルクミンを作るっていう酵素を見つけることができて、微生物で作らせることができてます。で微生物で作らせると何がいいかっていうとですね、いろんなものを作れます。植物だと植えて生えるまで1年とかかかっちゃいますけど、微生物だと、できたら次の日にはもう生えてるんですね。非常に早いです。で遺伝子を、いろんな遺伝子を持ってきて組み合わせることができるので、いろいろできます。あと天然じゃないものもできます。世の中には存在しなかったそのクルクミンの誘導体、クルクミンのアナログって言いますけど、そういったものも作ることができたりしております。でその他としてですね、一つだけ紹介させていただきたいのがあって、これはバイオマスリファイナリーってことで、これは3番目の、発表者の岩田先生が詳しく話してくださると思いますけど、石油由来のものじゃなくてですね、バイオからいろんなものを作っていきましょうっていうことをやっておりまして、5年間のプロジェクトでクレストっていう国の、研究費があって、
私代表を務めさせていただいて、北陸の金子先生、神戸の荻野先生、筑波の高谷先生っていうのがこう4つの大学でチームを組みまして、ここに書いてあるイミダゾール系のプラスチックっていうのを、バイオマスから作ることをやってきました。でイミダゾールっていうのはこんな化合物なんですけれども、まあ、非常にこう芳香族のプラスチックっていうのは耐熱性が高いんですね。で今までのバイオプラスチックってこう脂肪酸系のものが多い、脂肪族のものが多いんですけれども、ちょっと変わったものを作ろうということで少し端折りますけれども、これを作りに行きましたね。でこれ作るためには原料はこれなんですね。ちょっと化学構造で難しいかもしれないですけど、ベンゼン環にカルボン酸っていうのとアミノ基が2つくっついてる、この化合物が必要なんですけど、これバイオで作れたらいいんですね。でも作れないんです。バイオって何でも作れるかっていうとそうではなくて、作れる反応と作れない反応があって、そもそもこういった化合物は、生物界には存在しないんですね。だからそうなるとどう考えたかと言いますと、その一歩手前ですね、1個のこのアミノ基が水酸基になってるこの化合物は作れると。でここからケミストですね、化学者との共同なんですけど、じゃあここはもう化学変換しようと、基礎の方向感の部分はバイオで微生物で作ってくれと、その後ちょっと手直しは化学でやるよ、でその後重合させてポリマーを作るよっていうようなプロジェクトでやってまいりました。でこちらの方のこのさっきの 34HBA っていう略語で書いてありましたけど、この化合物っていうのは実は僕らのところでさっきのストレプトマイシンを作る放線菌の黄色い色素っていうのを作ってて、この構造決定してさっき言った整合性っていうのを明らかにして、そうするとこのベンゼン環を作る酵素があったわけですね。でこの2つの酵素遺伝子を使うと、この化合物が微生物でどんどん作れることができる。で当時からですね、こういう微生物でポリマーの原料合成ってことをやろうってことで、これは2006年ぐらいに日経さんが取り上げていただいて、この時はネドっていうグラントでお金いただいてやってたんですけれども、こうですね、その時東洋坊さんと一緒にやってたので、東大東洋坊脱石油化実現へと、2006年ですね、まあ、全然ここの仕事は実現できてませんけど、相変わらずまあ同じ化合物を使って何か脱石油化に向けたものづくりができないかということを検討しております。でちょっともうここは時間がないので飛ばさせていただきますが、一つできているのは紙パルプが原料にしてます。植物バイオマスとして紙パルプですね。紙はもうどんどん使われなくなってくるので、紙を作るプロセスっていうのは出来上がってて、パルプっていうのは余剰ですね、余ってくるんですね。それをうまく使ってできないかってことで、まあ酵素糖化して、培養液から発酵させます。ここがコリ、組み換えのコリネ菌ですね、グルタミン酸を作るって言ってたコリネ菌っていう、菌を使ってで物を作らせて精製して、こういう粉を作って、これを重合させてフィルム化したのがこれですね。これ世界初のバイオ PBI っていうことで一応完成したんですけど、フィルムちっちゃいですよね。作ってる量少なくて、もっともっとたくさん作れて、もっと安くできるようにしないといけない、そんな感じです。でこのフィルムは言ってたようにですね、535度です。燃えません。非常に耐熱性があって、セロハンみたいですけれども、パッと火つけたら燃えるかって、全く燃えない丈夫なものができて、まあ、こういったものを工業用途に使おうということで考えてます。最後まとめになります。で作り出す価値あるものってことで、発酵食品、それから酵素の話、この辺ちょっと聞き慣れないことが出てきたかもしれない、それから薬ですね、の話、まあ、その他ということで、ちょっと私のどもの仕事を紹介させていただきましたが、まとめますとこれです。どうですかね、この2つ見てこっちがますます好きになりましたかね。このみかんに生えてるやつも悪者じゃないんです。決してなんかすごいいい薬の化合物作ってるかもしれないですし、役に立つ酵素をいっぱい持ってるかもしれないってことで、ぜひですね、微生物イコール悪者、厄介者ではなくてですね、人類に恩恵をもたらす存在だということで、認識をしていただければ非常に嬉しく思います。ご清聴どうもありがとうございました。